殿下が陣営に落ち、兵士が倒れる。洪水があふれかえり、無数の人間が溺れる。トドのつまり、お前は自分の利益のために人々を苦しめているのではないのか。君主は義を重んじ、利を語らず。俺は自分の心に恥じることはしていない。牧者とは不義を打って騒乱を鎮めるべき存在。師匠から教わってないとでも。騒乱を鎮める？かつて師匠から利益を大きく、害を小さくすべしと教わった。数人を犠牲にして多数を救う、これも同じこと。しかし彼は数人の田舎のヒップを救おうとして、無数の小牧の弟子、そして自分自身を無駄死にさせた。お前が去ったあの年のことだ。人は死ななければ己の間違いに気づかないもの。師匠、そしてお前たちもだ。お前たちを始末するなど、5分もあれば十分だ。お兄ちゃん、ここは私に任せて。お前たちを排除して乱世を平定することが、より大きな利益となる。罪のない人間を殺して天下を得ようなど、君主の行いではない。私は天に選ばれし者だ。
私に任せて。お前たちを殺して乱世を平定することはより大きな利益となる。罪のない人間を殺して天下を得ようなど君主な行いではない。私は天に選ばれし者だ。楊さんの戦いの末、康二とその幼なじみはついに幕校に打ち勝った。幕校の統率を失い、魏軍は次々と敗退。厳冷武器を手にしても挽回することはできなかった。そしてついに緑林軍が長安に攻め入り、魏軍は壊滅し途絶えた。町中では友と名乗る商人が王猛を殺害したと噂された。劉聖光が帝を名乗った後、劉職はこれを認めなかった。劉聖光は謀反を理由に彼を捕らえ牢獄に入れた。白将将軍は彼を救おうとし、劉聖光の当家の鬼となった。文祝将軍は難を逃れたものの、このことはすでに緑林軍の分裂の種をまいていた。中原は連年の戦争により民が大いに苦しんでいた。数年後、文祝将軍は各勢力を総統、平定、皇帝の位につき、年号を剣部に改め、国号を官とした。彼は祭りごとに励み、地層を軽減し、水利工事を行った。大官は動揺から回復し、国力が日増しに上がり、民は平和な暮らしを送った。これを、公部中公。